ずはね、帰ってきたら手洗いうがいをちゃちゃっとしちゃいます。今日は特に何も予定がなくて、昼間はアクセサリーのお仕事をしたりして、でさっきね郵便局に行って、その後明日3時間以上車を運転する予定があるので、ガソリンスタンドに行ってガソリンを入れて、で洗車もついでにしてきました。で帰りに冷凍食品専門のスーパーみたいなところがあって、なんか体にもいい冷凍食品をたくさん取り扱ってるお店なので、そこで今日の夜ご飯を買ってきました。ちなみに今日は夫が不在で一人の夜なので、もちろんご飯は作りません。前回ね出したあの4日間のおうちご飯 Vlog、 めちゃめちゃ好評で、見てくださった方ありがとうございました。そちらは夫がいる日の夜ご飯なので、いない日はほぼほぼ作りません。そんな感じで、まあ、特に予定がなかったので、顔は日焼け止めしか塗ってなくて、髪も帽子かぶってたのでちょっとボサボサなんですけど、ゆるっと見てもらえたら嬉しいです。意外ともう6時ぐらいなんですけど、まだ明るくて綺麗な日差しが入ってきてます。これはヘイで買ったバッグなんですけど、スーパーのエコバッグとして使ってます。でちなみに今日のコーデは映ってるかな上はピヌエのおしゃだる着を1枚で着てます。で下はリエリーっていう楽天で買ったデニムです。めちゃめちゃ履いてます。で靴下は最近ハマってるハートの靴下です。こんなゆるゆるの格好で今日は過ごしました。でも冷凍食品を食べていこうと思います。今日その冷凍食品のスーパーで買ってきたものは、まず一つ目、じゃん、めちゃめちゃ超大好きな東京ボルシチを、とりあえず2つ買ってきました。もうスープストックめっちゃ大好きで、本当になんか一人で時間潰さなきゃいけない時とか、近くにスープストックがあったら絶対立ち寄って、しかも絶対ボルシチは頼みますっていうぐらい大好きなスープです。とじゃーん、こちらの本格ラザニアっていうラザニアを買ってみました。なんかこれは添加物をほとんど使ってないっていうのが売りだったので、まあ、どうせね冷凍食品買うなら体にいいやつ買ってみようかなということで、こちらを購入しました。確かに原材料名見てもなんか悪そうなものは入ってないので、と、まあ、ちょっと足りなかったらボルシチを追加で夜ご飯食べていこうかなって思います。では早速温めます。意外と長いので、その間にお茶とか準備していきます。ちなみにこのお茶は私めちゃめちゃ気に入ってて、もうこの量を2日ぐらいで飲み切るぐらい超飲むんですけど、これはこちらのスリーピータイムっていう紅茶を水出しした紅茶です。味がとにかく美味しくて、なんかスリーピータイムって書いてあるから、やっぱ寝る前に飲むのがいいのかなって思って、お風呂上がりとか暑い時めちゃめちゃ重宝してます。あとは朝飲み忘れたヤクルト1000も夜に飲んでいきます。ではこれ運んでいきます。レンチンを待っている間にちょっとね、最近ルームツアーから変わったお家のインテリアがいくつかあるのでご紹介しようかなって思います。さっきのちゃんと見えてたかわかんないかもう一回写しとこう。ピンクのスリッパも可愛いですよね。増えたものがこちらのケーブルの玉、木の玉です。なんか楽天で見つけてめっちゃ可愛いなって思って買いました。でもこのライトニングの方しかつけれなくて、うちは私も夫も iPhone15 のシリーズなのでこっちなんですね。だからこれはもう飾りっていうか、まあ、AirPods とか充電するためにここに置いてます。でこちらの絵もう最近ネットで買ったんですけど、全然すっごい誰かの作家の絵とかじゃなくて本当に印刷のものなんですけど、そちらを、ニトリの額縁に入れました。あとはこちらの電気も最近購入したものになります。もうフォルムっていうかシルエット、このカーブとかすっ
っごい可愛いなって思って、ここに電気が必要かって言われたら全然あんま必要ないんですけど、まあ、可愛いのでね、インテリアとして購入しました。でこちら、これはアイアムナオ、私のアクセサリーブランドのところからセレクトした花瓶になります。めっちゃ可愛くないですか、このフォルム。お花も今入れてるんですけど、めっちゃ可愛いのでチェックしてもらえたら嬉しいです。あとはこちら、昨日買ってきたクリスマスローズと、次回のねアイアムナオでセレクト発売するちょっと大人っぽい、ちょいギャルっぽい花瓶になります。めっちゃ可愛くて早速使ってます。やっぱお花飾るとね、お部屋が明るくなるからめっちゃいいですよね。こんな感じで我が家の一部でした。じゃーん、レンチン終わりました。めちゃめちゃいい匂いです。ちょっとこれだけって思うかもしれないんですけど、お昼結構食べたっていうのと、最近ね、まあ、インスタとかでもちょこちょこ言ったりしてるんですけど、12月ぐらいハワイに向けてめっちゃダイエットした時から 3-4kg ぐらいね増えちゃったので、夜ご飯は6時ちょい過ぎぐらいには食べ終わるようにしてて、量も夜は少なめにしてます。気持ちなんですけど、でも食べたいものは食べます。野菜だけとかにはしません。では食べていきます。ここにね自分の顔が映ってるんですけど、本当に特に誰かと会うとかお出かけするっていう時じゃない時、メイクしなくて、最近めちゃめちゃ肌が荒れちゃって、なんか触った感じもめっちゃブツブツボコボコしてるし、原因全然わかんないんですけど、ちょっといろいろスキンケアとか試行錯誤して今自分なりに治療中です。なるべくメイクはしないように日焼け止めだけにしてます。もちろんお出かけする時とかはメイク、ファンデーションとかも塗るんですけど、やばくない？いただきます。ちょうど夕日が照らされて、なんか顔がオレンジになってます。日が落ちる時ですね。あっこめちゃめちゃ美味しい。普通にお店で食べるラザニアの味がします。なんか私初めてラザニア食べたのが中学生の時で、学校の中学校、まあ、中高一貫だったんで一緒なんですけど、購買のランチ、土曜学校あって午後部活の日とかは購買のランチをよく食べてたんですけど、一番好きなメニューがラザニアでした。今日はこの後ちょっと休憩したら、もうすぐね来週ぐらいにアイアムナオのアクセサリーの新作を出すので、そちらのアクセサリーの詳細文章とかを全部自分で決めているので、それを考えつつ YouTube とか見つつのんびりしながら、まあ、お仕事もしていこうかなって思ってます。ではゆっくり食べていきます。じゃん、あっという間に完食しました。ちょっと物足りなくてスープストックのねボルシチを食べるか迷うんですけど、まあ、迷ったらやめとこうってことで、もうこれで我慢します。ごちそうさまでした。次はさっき言ってたお仕事をちゃちゃっとやっていきたいと思います。それではまた後ほど。はい、いろいろ一段落したので今からお風呂に入る準備をしていきたいと思います。今ねお風呂を入れてる最中で、今日はメイクはしていないんですけど、日焼け止めとかまたリップをね軽く塗っていたので、メイク落としをお風呂に入る前にしていきます。ちなみにメイクはこのヤーマンのスチーマーを使って落としていきます。これはもう最近毎日心がけてやっていることで、あの田中みな実さんとかもねこうやってスチーマーを浴びながらしっかりメイクを浮かして落とすっていうのが大事っていう風に言っていたので真似してます。今日はこちらのコスメデコルテのクレンジングを使っていきます。これは毎日は使わないんですけど、なんかこのクリームのクレンジングってなんかメイクが濃い日とかは全部落ちない気がして、なのでこういう日焼け止めだけの日とか化粧が薄い日とかに使うようにしてます。保湿とかめちゃめちゃされて、次の日のねお肌のとか潤い水分が全然違う気がするので結構気に入ってます。これはなんかこうやってお肌になじませるとだんだんクリームがちょっとオイルっぽくいきます。はい、こんな感じでしっかり落とせたんじゃないかなって思います。まあ、今日はね日焼け止めだけなんで
そんなにゴシゴシやらなくても落ちてるかなと思います。でこれは水で流す前にこういうねちっちゃいコットンをちょこっと水で湿らせて優しく拭き取っていきます。お風呂の中で洗顔をしっかりしていくのでこんな感じで今は拭き取ります。めちゃめちゃ汚くないですか。汚れがしっかり取れてるのが分かります。ホコリとかもね、あとはちょっと黄ばんでるはい、ではお風呂の準備ができたのでゆっくり使っていきます。はい、お風呂上がりました。では早速急いでスキンケアをしていこうと思います。まず最初化粧水を塗る前にこちらの美容液を仕込んでいきます。これはねインスタとかツイッターとかでもよくバズってるので知ってる方も多いんじゃないかなって思うんですけど、ドクターウーのマンデルさんのなんか優しいピーリングですかねを顔に垂らしていきます。これはちょっと優しいんですけど刺激があるので毎日はやりませんけど、本当肌のごわつきが今気になってるので割と3日に1回ぐらいのペースで使用してます。でちょっと乾かしてまたスチーマーを浴びていきます。逆光かな、そんなことない、ここがいいのか、この距離で化粧水はこちら、この前の Q10 のね目代わりの購入品紹介でもご紹介したんですけど、こちらのアヌアのピーチの化粧水を使っていきます。なんかずっと同じスキンケアを使ってるとなんかお肌がそれに慣れてきちゃうんじゃないかっていう説っていうかがあって、だからなんか頻繁ではないけどある程度使ったら他のものも使ってみたり、なんかスキンケアをちょっと最近はローテーションして使うようになりました。こんな感じでハンドプレスでお肌になじませていきます。3回ぐらい繰り返してつけるかな。本当に私何度も言ってるんですけど、お肌がインナードライのお肌なので本当にしっかり内側まで保湿してあげないと皮脂が出て、それこそニキビとかブツブツごわつきとかができやすかったり、難しいお肌なのでしっかり保湿は時間がなくても時間をかけてやってあげるようにしてます。で続いては同じシリーズの美容液を塗っていきます。これも優しくなじませてあげます。首までねしっかり塗ってあげます。で次はこちらも Q10 の購入品でご紹介したんですけど、アゼライン酸の美容液です。これは赤みが気になってる方は本当におすすめで、やっぱりなんか血管が浮き出る赤みとかはそれこそ V レーザーとかそういう美容医療じゃないとなかなか良くはならないんですけど、気持ちね、だいぶちょっとホテルっぽい赤みとかはこれで良くなったので私は信頼して使ってます。今度母と韓国2人旅美容旅に行くんですけど、その時にまた韓国の美容皮膚科を予約していて、もうここぞとばかりにやっぱお値段が日本の半分以下、半額以下なので、めちゃめちゃたくさんいろいろ手術受けようかなって思って、でもまあそのためには土台をね本当に整えておかないといけないので、ごわつきが治ることを祈ってしっかり入れ込んでいきます。そしたら今日はこちらのアビブのパックを使っていきます。これはもう本当に大好きなパックのシリーズで、まあ、特になんかこのシリーズだったら何でもいいんですけど、私はもう韓国でも爆買いするし Q10 でもめちゃめちゃ買ってます。なんかお値段もそんな高くなく、でもめっちゃね液がたくさん入っているのですっごい保湿されるし、匂いとかもそんななくって自然な香りが肌に優しいかなって思って、あとはこのシートの質感も本当に大好きで、厚すぎず薄すぎずでもなんかお肌にしっかり密着します。私の顔の
サイズに合わせて作ったんじゃないかっていう密着度です。でこの余った美容液もたっぷり絞り出してつけていきます。よし、まあ、普段はねもっとスチーマーのガンガン浴びてるんですけど、ちょっと今日は横で意味のないスチーマーになってます。はい、そしたら髪の毛を取っていきます。このね楽天で買った髪の毛専用のタオルなんですけど、本当に触り心地も良くて、水滴水分もめちゃめちゃ吸収してくれるので、なんか早く乾く気がしています。ここにねかけとくだけでこの水を吸収してくれていると思うんです。でヘアケアはこちらもこの前のね Q10 の購入品でご紹介しているんですけど、クンダルのナイトリペアヘアローション、なんかヘアミルクみたいなこんな感じのを8プッシュくらいします。で髪になじませていきます。最近なんか抜け毛がひどくて、季節の変わり目なのかわかんないんですけど、めちゃめちゃ毛が抜けます。剥げるんじゃないかっていうぐらい。なじましたら櫛で溶かしていきます。はい、そしたらねこのパックの上から美顔器を当てていきます。これも Q10 の購入品でご紹介しているんですけど、ブースターモードのマックスのレベル5で当てていきます。いつもはこれをスチーマー浴びながらのんびりのんびりお肌に当てています。このパックの美容液成分、美容成分をもう全部お肌になじませるぞっていう感じで5分間ですね、これを当てていきます。1分ごとにこうやって教えてくれるから分かりやすい。はい、5分間美顔器が終わったのでドライヤーしていきます。ドライヤーはもう一人暮らしの時からずっと使っているパナソニックのものです。はい、髪の毛乾きました。櫛で溶かしていきます。これは平野っていうところのちょっといい櫛なんですけど、何年も前に母から誕生日プレゼントでもらいました。めちゃめちゃサラサラになります。暑くて首に髪がくっつく。髪もいい感じです。ではパックを外していきます。たーん。余った液もたっぷり顔になじませます。はい、では乳液をいきます。これもアヌアのさっきと同じシリーズです。もうベタベタになるぐらいなじませていきます。で続いてはエリクシールのアイクリームを塗っていきます。ここの目の横とこのほうれい線のところも予防でなじませていきます。最近お肌が敏感でなんかちょっとヒリヒリするんですよね、こういうちょっと刺激が強いものとかだと。なじませました。で最後にクリスティーナのナイトクリームを塗っていきます。これはもう2つ目リピしてるクリームで、こんな感じで本当はスパチュラついてるんですけど、なんかどっか行っちゃってもう指でいいやっていう感じ。指で取っちゃってます。なじませます。あらあらも首までしっかり塗ります。で今から紅茶を飲んだりしようかなって思っているので、マウスピースを外して洗浄します。でキュレルのリップを軽く塗ります。なんか唇が乾燥しやすいので何も塗ってないと寝るまでの時間でもちょっとなんかパサつき気になります。ではリビングに戻ります。はい、では今からこ
こちらの南部鉄器の急須でお湯を沸かしていきます。マグカップは安定の猫ちゃんマグです。ワンちゃんバージョンもあります。今日は昨日ね、夫が知り合いの方からいただいた紅茶を飲んでいこうかなと思います。どれにしよう。アールグレイだけでも2種類ある。ロイヤルブレンドが選ばれました。いい香り。南部鉄器の急須でお湯を沸かすことで鉄分を摂取できるので、あとは見た目もおしゃれなので重宝してます。では今からまったりモードです。電気はこちらの電気だけでお香を焚いていきます。無事着きました。あとはこちら沖縄のね、お土産を母から前にもらったんですけど、そちらのろうそくです。着きました。優しい明かりが体に染みます。ではのんびりリラックスタイムです。ストレッチとかボディクリーム塗るとかしたいんですけど、私は基本ストレッチもしないし、ボディクリームとかはもう絶対塗りません。なんかあんまりこの体は乾燥肌じゃないので塗らないっていうのもあるんですけど、なんか寝る前にベタつくのがすっごい嫌で基本塗りませんそんなズボラなところもあります。ちょっとこうやってまったり時間を過ごしたら、今日はね、夫がお仕事でお家にいないので、この後ちょっと電話して今撮った YouTube を、まあ、明日か明後日には載せたいなって思っているので、このままちょっと編集して、で明日はね、冒頭でも言ったんですけど3時間ぐらい運転しなきゃいけないので早めに寝たいと思います。はい、ではここで YouTube を編集していきます。さすがに明かりをつけました。はい、こんな感じで私のナイトルーティーンいかがでしたでしょうか。まあ、あとはまだ歯磨きとかしてないんですけど、この後ここで YouTube 編集して夫と電話して歯磨きして寝ようかなっていう感じです。普段通りの普通の帰宅してから寝るまでの感じだったので、まあ、参考にっていうか楽しんでいただけたかわからないんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんがこの前たくさんインスタに送ってくださったリクエストにお答えしていこうかなと思っているので、見ていただけたら嬉しいです。それでは皆さん、おやすみなさーい。